はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オンラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日からここに行き出しました。今ね、4つ目までクリアしたかな。で、ようやくね、出ました。ベルト。初めてベルトを装備しましたね。でも、能力がこんな感じなんですよ。微妙ですよね。多分これ微妙なんだと思う。ちょっとね、良さそうなやつを狙って、もうちょっと先まで進んでいこうと思います。勇気の功績がいるんだけども、まだまだありますよね。で、日曜日に回復するみたいなので、回復する前にもう少し進んどきたいですね。では、行きますね。モンスターも連れていけるみたいなんだけども、モンスター全然上げてません。上げてない。一応ね、モンスターを仲間にはしてるんですけども、夏軌道が100ないので、ついてこないんですよ。なので、ちょっと夏軌道をね、100まで上げないといけませんね。なんか、連れて行って、スライムベホマズンかなんかと戦うと上がりやすいよっていう風に教えてもらったんだけども、まあ、とにかく強いやつと戦えばいいってことなんでしょ？魔物マスターがね、そんなにまだ強くないんですよ。レベル50ぐらいなので、ちょっともう少し上げないとダメですね。で、ここでさ、アンルシアがレベル上がるってね、知らなかったですね。レベル初期の段階で、2章のボス倒しに行ったりしてましたね。ここでしっかりと育ててから行った方が本当はいいんでしょ。本当はそれが正解だと思う。ちょっと急ぎすぎみたいな感じだったのかな。一応全部取りたいけども、いやあそこのシルバーのやつ取りたいから、あそこは取らずに行こうか。ちょっと怖いな。これゼロになったらもう完全に終わりなんでしょ。ならばここはちょっとやめとこうかな。これやめて奥の方だけ取りましょう。ちょっと時間が微妙な感じがするんでね。やばい、取ったはいいものの、ちょっと時間がギリギリか。まあまあ、キラマシン一発で倒せば、問題ないか。あ、やっぱり手前の20は、使わなくてよかったかな。すごいギリギリ。いや、ギリギリだけども、いけたかもね。もしかするとさ。こりゃいけたわ、取れたわ。まあまあ、一個ぐらいいいじゃないですか。これ、ギリギリを攻めないとダメなんだな。で、この魔人たちなんだけど、別に、あれ、いいんですよね。受けなくても。俺は基本的に受けずに行ったんだけども、あとなんか、箱が出る確率 1.5 倍とかのやつは確か、やった。あ、これこれこれ。これだけはつけていったんすよね。でも、出てこなかったんだよな。OK。で、ここの箱は、取っていきましょう。ちょっとまだね、やり方が、正解が、いまいち分かってない感じですけども、進みます。第2の領域は楽勝ですね。箱も取ったけども、全然200秒ぐらい余ってるので、全く問題なさそうです。クイックアーツを使う時間すらあるね。ワンパンでいけるか？さすがにワンパンじゃない。そうかそうか。いや、でもまだ5階層だよ。5階層でこれか。あとあと10何回とかになるとだいぶきついんじゃないの。よし、540秒ならいいか。もう全部受けていっていいんだよね、こういう時って。OK。もうボスを全然余裕でいけるっていうならば、もう全部かけていっていいと思うので、OK! 全バフです。全部、違う？いいね。全部バフ入ったね。OK、OK、OK。432秒楽勝でしょう。
ボス行きまーす。まあもちろん余裕で行けますね。結構箱を出たと思う。うん、7、8個出たと思うんで、これはいいでしょう。敵もね、まだ弱くってゴリ押しで倒せるので楽ですね。すごい楽。てか無双2発ぐらいで倒せるんじゃない？いやいや、3発かかるか。意外と硬い。じゃあいけましたね。おお、結構経験値美味しい。え、そんなに入るんだ。経験値美味しいですね。あ、なんだ、獲得経験値が2倍になってたから美味しかっただけですね。はい、では、ゲットした箱を全部開けてみます。ベルト出るかな。では開けていきましょう。8個全部で出ましたね。どうだ。福引券、世界樹の葉、福引券。あ、世界樹の葉って結構バンバン使っていて良さそうですね。すごい溜まりそう、これだったら。し、福引券これめちゃくちゃ出ますね。福引もやり放題だ。あー、出なかった。出なかったか。はい、まあ、とりあえずここまだまだ先までありそうなので、ここをクリアしていきます。で、ベルトが多分ね、あれですよね、耐性なんかはベルトでつける感じなんでしょう。ならもうここで、ベルトを厳選していかないといけませんね。でも行ける回数が決まってるので、あ、でも銅と銀しか出てないので、金とかプラチナとかそういう箱も後々あるんじゃないですか。ならそこら辺を回ったがいいですね。なら、まずは、15回とか、そんぐらいまであるでしょう。そこぐらいまで、どんどん進めていきたいと思います。まずはベルトで耐性だな。うん、それもちょっとゲットしていきます。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。